新内外面株式会社は、大阪府大阪市にある、繊維会社。四季棒の100%子会社。1887年8月27日、大阪の栗渡ンや4社の共同出資で、内外面創立、当初は、日本国産及び、中国産面の安定確保を目的とする商社で、あったが、後に、インド産やアメリカ産をも取り扱うようになる。 1903年以降は防疾業にも進出し、いち早く作業工程に機械化を推進し国内での繊維部門の中核企業へ早期に成長するとともに、同業他社との競争で苦戦を強いられていた商社から防疾業への転換が図られた。明治40年代には商社時代のつながりを活かす形で生産拠点を中国本土に拡大し、1911年に 上海に工場を建設する。以降、陳太を、金州などにも工場を建設、国策企業としての一翼を担い、昭和10年代には日本を代表する宝石会社へと躍進していったが、一方で有力在加望の一つとして5.30、事件などの反日運動の舞台ともなった。日中戦争によって太を工場が破壊されるものの、 日本軍が占領した繊維工場の経営委任や重化学工業への進出などの勢力拡大の展開も見られた。日本の太平洋戦争敗戦に伴い内外面は中国本土の対外資産を失いかつ戦後の財閥解体対象企業に指定され、1948年に第二会社として新内外面を設立、王子の規模を大幅に縮小しての再出発となった。 1950年からは朝鮮戦争の特殊により、米軍用制服等の原料となる面紙の生産はフル稼働となった。その後は、防石技術を応用しての繊維新素材の開発、研究に注力している。また、親会社、式房子会社内外的スタイルとの共同事業も行っている。かつては、滋賀県に彦根工場があったが、 1998年6月に閉鎖2002年3月に工場跡地売却内外的スタイルは2019年内部構造改装中効率の良い,い生産スタイルを構築中四季房株式会社による新内外面株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ新内外面2021年4月28日以前は 内外岩田とも故障されており、その影響のためか、国史大辞典及び、日本史大辞典は内外岩田、日本力史大辞典は内外面で立候補されている。ありがとうございます。